猫と人の幸せをつなぐハートフルコミュニティにゃうにゃう。ジャパニーズボブテイルのルーツは日本。ジャパニーズボブテイルのルーツはアジア大陸、おそらく中国から日本列島に移り住んだことがきっかけと言われています。海外でボブテイルの猫が持ち込まれた経緯としては、日本猫が持つボブテイルと言われる尻尾の猫に大変興味を持ったアメリカ人女性が、母国にいる友人へボブテイルの日本猫をペアで送ったことがきっかけと言われております。さらにその日本猫のペアをアメリカで繁殖をさせ、後に本格的なジャパニーズボブテイル繁殖計画が始まったと言います。ジャパニーズなのに日本じゃない猫。これまでの文章から、純粋な日本猫が繁殖したと思えてしまいますが、どうやらそういう訳でもないようです。というのも、日本に憧れのある外国人向けに、日本にいそうな猫作りを目指した、という繁殖でしたので、人工的に改良された品種です。さらに特徴あるボブテイルの尻尾は、日本猫本来の短毛とは違う遺伝子だと解明されているのです。しかし、ポンポンのような尻尾がとても可愛いですよね。日本で見かける可愛いボブテイルを持つ野良猫。日本では野良猫でも多くのボブテイルを見ることができますよね。逆に海外ではボブテイルを見かけないのが珍しい気がします。この動画の猫ちゃんのボブテイルはとても綺麗ですね。可愛い尻尾以外の外見的特徴。ジャパニーズボブテイルの一番の特徴は何と言っても短くて、くるんと丸まったポンポンのような尻尾です。顔も丸顔が多く、筋肉も程よくついていて、運動にも適した体を持っています。健康状態も比較的丈夫な個体が多いと言われており、肥毛に関しては、長毛短毛どちらもいます。肥毛などはバラエティに富んでいますが、やはり人気なのは日本らしい三毛猫なんだとカウンプ。ジャパニーズボブテイルの性格と飼いやすさ。性格は日本人っぽい。自然界の生き物の特徴として、ある程度の時期が来たらあえて厳しい態度をとり、親離れをさせることが多いのですが、ジャパニーズボブテイルは自分の産んだ猫が成猫になっても世話を焼いたりする愛情深さがあると言います。なんだかお母さんという感じもしますね。順応性もあり、とても人懐子犬ですが、初対面の人にはやや警戒心が強めでシャイ。無理にぐいぐい攻めず、猫のペースを守るように心がけましょう。優しくて穏やかな性格は、猫世界においてはトップクラスに入るのだとか。ジャパニーズボブテイルの体重や寿命。他の品種の猫と比べると、ジャパニーズボブテイルはやや軽く小ぶりな体が特徴です。
マル体重オス猫は 3.5 ケラ4ピリオド8キロ、メス猫は 2.8 ケラ3ピリオド7キロ。マル寿命平均寿命は12ケラ15歳。しかし、最近の猫は昔とは違って平均寿命も伸びてきていることもあり、記録によると21歳まで生きたジャパニーズボブテイルもいるようです。飼い主が健康管理に気をつけてあげれば、きっと猫も長生きしてくれるに違いありません。そのためにはストレスが少ないことですね。ジャパニーズボブテイルをまとめて。猫の品種の名前からとても親近感が湧いてしまいますよね。海外の人にすごく人気があるなんて、なんだか嬉しく感じてしまいます。日本ではわざわざジャパニーズボブテイルをペットショップで買う人はいないと思いますが、もし、ボブテイルの猫が欲しいと感じた場合には、猫の里親募集で、根気よく探してみてください。猫も人間も、出会いが一番です。焦らず、ゆっくりと自分の気に入る猫を探して、幸せをゲットしてくださいね。